はい、来ましたね、はい、それでは早速行きましょう。 VTR ビートワイ。本日紹介するのはフランスのスーパースター、レッツインズ。こちら4年前ビートライブで開催されたワークショップの模様です。私たちも受講していました。今や世界的大スターとなったレッツインズが再び京都にやってきました。私たちは受付スタッフ兼ワークショップ受講生兼番組リポーターです。いよいよ来ました、レッツインズ。ありがとうございます。この日のワークショップチケット購入者は100名。なんとチケット購入者のうち30名は見学が目的のファンの方たちでした。そのファンにこのサービス。これはとても自由な感じなんで、今即興で作ってる感じです。すごいです。レッツインズの2人はモデルでもあります。動きや表情が本当にかっこいいんです。この日の京都の最高気温は 39.1 度。冷房も効かずこの熱気。たくさんの人で、もう見ての通りもう鏡も真っ白で、もうつるつる床も滑っている中でのパフォーマンスまで、何もかも全てがかっこいいです。ガリーとロラン2組に分かれて作ったコレオグラフィーを発表中。そしてレッツインズの2人とサークルダンス。昔からツインズ憧れてて、アフロでレッツインズに会うっていうのを目標に今までこう頑張ってたんで、すごい今かなって、長い時間一緒にこう2人と過ごすっていうのは今回が初めてです。はい。ちなみにどういうつながりで各ところで会って、いや奇跡だよねこれも。でもレッツインズのワークショップで出会って、そうそう、最初つなげてるのはレッツインズ。そうだね、レッツインズこそこの3人を。レッツインズのお二人に来ていただきました。How was today's workshop? Amazing. And when you make choreography, where the image come from? I never heard this question before. The workshop is in the moment. We just fighting for the music, which one we, because we, sometimes he's more like hip hop, like gangster, and sometimes I'm more like R&B, and we're like, okay, we have to take something just in the middle. So we freestyling. And what about the show? Show is no matter what we want to, we don't try to give love to some people, like if it's for Japanese people in the temple, or like
people work in an agency or for Beyonce, it matters. This way we want to show them, we show them. And that like with some kind of music that people never listen to or doesn't want to dance on it. Yo, yo, what's up? Yo, what's up? This is Les Twins, Larry and Laurent from Paris. First of all, I don't understand why the mic is so long. I don't understand why the mic is so long. I understand, like maybe like, we have to think about it. But we're here with Beach. No. B-Tribe okay. TV right here with Les Twins, you know, make love with all the Kyoto dancers because they are the best for now. 2015? No watch, but we know what time is it. Yeah. Yeah, 本当に楽しい。レツインズのお二人でした。さあ、激アツのレツインズのワークショップを終えてやってきたのはこちら。京都が誇る世界遺産、清水寺です。はい、ついに。清水寺にやってまいりました。この景色どうですか？綺麗です。もうあの有名なね景色が一体に広がっていますあそこに京都タワーも見えて、そして今回レッツインズの舞台となるのがあちらの舞台ですね。今回取材するプロジェクトはこちら、レッツインズ黒沢由美 in 世界遺産清水寺。1200年以上の歴史を持ち、さまざまな芸術を後押ししてきた清水寺。世界をダンスでつないできたレツインズと、ニューヨークと日本を拠点に活躍する二重弦琴奏者の黒沢由美による一夜限りの奉納ライブが世界遺産の清水寺にて8月2日に行われました。ジャンル、国境、世代間を超えた新しいクリエイティブな作品を作り、その映像を世界に発信するプロジェクトになります。はい、一般客の皆さんの入場が開始しました。この通り皆さんこう L 字型に並んでいって、浴衣にチェンジされてる方もいて、いい感じです。さすが京都リスペクター。すっかり日も暮れた夜7時半、おごそかなる特別法要の後、ついにイベントが始まりました。の MC 亜美と申します。最後までどうぞよろしくお願いいたします。なんとスペシャルシークレットゲスト、ケント森がいきなり登場。この演出には驚きました。Thank you.
い芸術の世界に引き込まれて、何とも言えない感動が込み上げました。ストリートダンスでは初の清水寺での奉納ライブ。この映像は8月末にウェブにて配信される予定です。ぜひレッツインズオフィシャルサイトをチェックしてください。パフォーマンスの後のトークセッション、世界を舞台に活躍する面々ならではのスケールの大きなトークが展開されました。そしてなんと質疑応答コーナーではワークショップにも参加していたビートライブアンダートゥエルブのユイトが指名されました。どうやったら世界の舞台に立てるんですか？No dream too little, no dream too big, but pick the one make you happy every day to make you really want to do it and make you really want to wake upand doing things that you want to do. No matter what dream it is, you will make it if you really want to. これは夢になって、僕らは今、君が言ったようなステージに立っています。で、本当に夢をずっと見続けて、本当に努力をして、そしていつかみんなから今度追われる立場になるような、尊敬されるような、そういう人間になるまでずっとずっと頑張り続けることです。You want to be the best? 一番になりたいと思ってます。Oh. Oh. Yeah. Hey. Come here.I promise you, I will never forget about you, and when I come back in Chito, we do a battle together, so I will fight you. I will know exactly if you're good or not, and if you're good, you will be my master for days. Promise. Universal. Do this? Okay. なんですけど、もうすごい感動と興奮で今なんて言ったらいいかわからない気持ちでいっぱいです。こうしてレッツインズを追いかけた熱く長い一日が終わりました。素晴らしい体験と感動に感謝します。ありがとうございました。Okay, sorry, my bad. Okay. Merci.